今日はメイクをするよ。なんか鳴ったんだけど。皆さんこんにちは、アーリーチャンネルです。今日はこの前ダイソーでメイク用品を大量購入した時のメイク用品を使って春メイクをしていきたいと思います。すごいね、楽しみです。これ使うの初めてですから。それでは早速やっていきましょう。ちょっと待ってね。ごめんなさい、お待たせしました。はい、じゃあね、この中にあるものを使ってやっていきます。まずはですね、はい、スティックファンデーションを使って塗っていきます。初めてだからね、これ使うの。待って、前髪上げてない、無理なんだけど。前髪止めるピンがないんだけどっていう話。ちょっと待ってね、探してくる。なんとピンがこれしか見当たりませんでした。はい、ピンがこれしかなかったので、これで頑張って止めます。あっち行くのめんどくさいんだ。はい、ほら、一本で止められる、すごい。オッケーオッケー。はい、塗っていきます。ちょっとね、本当に女子力どうしたって話なんだけどね。しょうがない、これでやっていく。これをバッて塗っていくんでしょ。あ、すごい色ついてる。今色つかないとダメなんだけどさ、こうやって伸ばしていくわけね。なるほど、いいね、スティック。これさ、持ってくときとかさ、全然荷物になんないからいいね。はい、塗れました。こんな感じですね。続いてはこっち、これかな、ルースパウダーをポンポンポンってつけていきます。つけますね。なるほどね、どうやってこれ出せばいいんだ、難しくない、こうやってやるの、どうやってやるんだこれ。あ、でもいいわ、色が。ちょっとね、使い方これで合ってるか分かんないけど、ちょっと茶色くなっちゃった。これね、ちょっと待ってね、筆でやって、パフがすごい時間かかる。あ、楽だわ、こんな感じかな。はい、ごめんね、パフついてんのに筆使っちゃって、ごめん。続いてはじゃあ目元やっていきます。はい、じゃあこのアイシャドウパレットを使っていきます。何色にしようかな。春メイクだから、この薄めのピンクをぶわってとりあえず一回塗っていきます。これはちょっと手でやってきますね。あ、すごい色つく、かわいい。結構ぶわって、こんな感じです。じゃあ続いてはこのキラキラピンクをこのところらへんに乗っけていきます。ここらへんってどこらへんだよって話なんだけど、もうここらへんです。なんて言うんだっけこういうのって。 目頭は違うな。二重。なんだ、コメント来るかもしんないけどね、聞いてほしいんだけど、めっちゃ反りすぎちゃったっていうね、ちょっとお話なんです。よいしょ、隠す、書くの忘れたんだよ。こんなことさ言う、普通動画で反りすぎちゃったんですよとか言ってね。まあこれでね、ちょっとコメントでね、そのあおりちゃんは眉毛がって言われたくないから、ちょっとみんな言わないでね。続いてこれ使います。どういう色になるのか。それを、ここら辺にポンって乗っけていきます。あ、すごいピンクっぽい感じの色になりましたね。
ラキラしてる、かわいい。あーこれやっぱこっちこうやってやった方がいい気がする。ちょっとだけのっけよ、なんか紫っぽい感じの色ですかね。かわいい。え、すごい、こんな色すんだ、かわいい。こんな感じだね。はい、じゃあ続いてボーン、はい、初涙袋を描いていきます。どんな感じなのか。難しいな。ちょっと待って、わかんない、やばい、わかんない。え、どういうことですか。これをやりまくるってこと。わかんない。あ、この顔して、この顔して、ここに線をつけるってこと。無理です。なんで、なんで。練習します。ごめんなさい、できませんでした。どうやってやるんだろう、みんな教えてください。じゃあ、はい、このキラキラグリッタージェムを涙袋を一応描いたんだけどね、ちょっと涙袋にポンって乗っけてきます。うわぁ、綺麗、あ、かわいい。うん、すごい下まで行っちゃった。うん、ちょっと待ってね。キラキラがね、こっちだけすごい下行っちゃったんだ。あ、すごい取れる、普通に。なんか大失敗か。ダメだ、初めてのメイクは難しいな。これこそこのアイシャドウのこれ使ってみる、筆。え、こんな感じ。待って、難しい。この動画ボツ切ない、大丈夫そう。待って、つらい。みんな可愛いのになんで私だけが悪くできないの。泣きそう。こんなもんでいいんじゃない。もうなんかさ、めっちゃいろんなところにキラキラついちゃって。うん、ちょっとはしょうがないか。すごい、顔がすごいラメラメ。こんな感じです。諦めます。はい、じゃあ次チークをつけていきます。すごい、なんかね、目の下がすごいキラキラしてる。めっちゃキラキラしてる、視界が。うわぁ、あー、いいじゃん、色いいじゃん、ほら。あ、ゆるい感じの色すごい好き、ほら、いいね。はい、じゃあ次ラストリップをつけていきましょう。こんな感じの色ですね。おお、前髪外しましょう。前髪外しましょうってなんだ。はい、ということでこんな感じになりました。どうですか。なんかちょっとね、キラキラがね、下手くそでした。ということでこんな感じでした。はい、ということで今回はダイソーで大量購入したメイクを使って化粧をしてみました。なんかね、涙袋の描き方がわからない、みんな教えてくれ。
これね、もし使っている方がいたら、あの涙袋の書き方を教えてください。お願いします。難しいね、メイクってね。これをね、もっとうまく使えるようにもっともっと練習していきたいと思います。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。